名前は日暮しとは。悪いこと言わないから私をすぐに解放した方がいい。仲間が来たらあんたたちただじゃ済まないよ。犬夜叉と仲間たちの活躍により退治された妖怪根の首。根の首か。取るに足らぬ雑魚妖怪だ。ただその一部が時代樹の力を得て戦国時代と現代をつなぐ不思議な空間を作り上げた。そこに吸い込まれた私は双子の妹刹那と離れ離れになって現代へタイムスリップ。かごめさんゆかりの日暮家の養女になり10年が過ぎた。大丈夫だよ、任せて。姉ちゃん喧嘩強いから。我が名は刹那。これ以上語ることの葉はない。それがお前の死ぬ理由だ。紅を刺した時私は国崩しの紅夜叉に変わる。赤き虚に恐れをぬるけ。戦国時代に新たなる風、半妖の姫たち剣山。運命は次の世代へ託された。くらえ天空のやぶすな旋風陣。戦国おとぎ造詞、半妖の夜叉姫刹那、今助け。